皆さんこんにちは。日本人の兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日2027年7月の31日月曜日、今日は基本的に阪神タイガースの試合がないので、月曜日は、こういう時にね、メッセージを送ろうかなと思います。井上尚弥選手、この間のフルトン戦、勝利おめでとうございます。インターネット記事の速報で、昔僕からの要望で、試合状況、いつ何時から始まるかとか、そういう、データが欲しいということで、インターネットのその速報の記事、他の選手が終わってからじゃないと試合終わらないじゃないですか。で、その試合が始まる時間帯ぐらいの頃から、頭の中を、自宅から画面を見ない。テレビとか何も見ない、どういったらいいかな、電波でつながってる状態ですね。番組自体を見てなくても、頭の中を送ってる状態、前もって、宣言していた通り、フック首相と王の話、もしかしたらその大会で、王の話の方が強烈なボディーブローなんで、井上選手の方にフック首相の話がいって、で他の選手がなんか強烈なね、ボディーブローで、試合を終わらせた選手がいたと思うんですけども、そちらの方に行ってたんじゃないかなというところです。基本的に、暴力団の取り締まりの部分でね、ストレートなこととか、YouTube ではっきりと昔からの歴史のことに関してね、私が述べてますんで、その辺のところのね、ストレートの良さっていうものもね、プロ野球界でもありますし、格闘技業界でもあるはずなんです。今後、パッキャオ選手やメイウェザー選手のように、複数の階級を、制覇、4団体統一を、制覇していく、井上尚弥選手バージョンとして、そういう風な形で目指されてはいいんじゃないかなと思います。僕も以前記載していた内容で、いろんなね、その当時の現役世界チャンピオンだとか、一時的に元チャンピオンだった人とか、こういうふうな順番で階級を上げていってとか、そういうふうなことを、記載しましたけども、村田選手も引退しましたし、あの時はね、試合がちょっと僕の方をしくじって、ちゃったんですよね。テレビの放送があったんですよ。テレビの放送を見ながら頭の中送ってりゃよかったんですけども、そのオリンピックがあった時にテレビ見ない方法で、対応してたんですね。その方が早いですから、テレビのチャンネルを切り替える云々、それとあと、テレビで映ってない選手や試合もあるんで、その辺をいかにどう対応していくかっていうもんで、ずっとね、井上選手へ頭の中をお渡しいたしますと、これをね、今笑いながら言ってますけども、本当に大真面目でね、心の声で、頭の中はこうやっぱり取られてる時の状態、遅れてるっていう認識がしっかりとあったんで、もしかしたら最後ダウンを奪いに行った8ラウンド、7ラウンドの判定の仕方によって、画面見てないですよ、状況わからないですよ。インターネット記事とかはある程度見てるんですけども、時間が数分遅れで上がってくるものですから、基本的に僕は芯が強いの方なんですけど、頭の中のワードではもう試合決めに行こうと、こういう風な形で頭の中、これはね、なかなかそういう風には頭の中で流れないんですけども、後から結果見た時に第7ラウンドだけ、全員、ジャッジがフルトン選手の方に、ポイントは、高いと、そういう風なジャッジがあったみたいで、そこで僕の方の頭の中にそういう風な内容、がよぎった
と、まあ、思われます。まあ、阪神タイガースへのメッセージのところを見ていただいたりとか、阪神タイガースの選手に向かってのメッセージとか、そういうところを見てもらったらね、頭をなんか貸すだけうんぬんじゃなくて、解説席で言ってる内容とかも、やっぱり意味があるし、まあ、対応の仕方もまあ結構いろいろあるんですよね。相手の選手を高く評価するようなことを解説席で言われてしまうと、その後こちらの頭の中でその内容を組み替えなかったら、相手選手はやっぱり良い動きをしたりするんです。野球界でも同じなんですよ。解説席で言ってる通りヒット打ってるとかね、そういうふうな形で状況、喋ってる言葉聞いてもらって状況見てもらったらもう一目瞭然なんで、他にもね、対応の仕方いろいろあるんです。解説席で、まあ、余計なことを言い始めたりとか、あと観客席で髪の毛染めてる人間とかで一時的につながってしまうと、やっぱりこちらも力が抜ける。海洋基本法違反だから髪の毛染めてる。だから頭の中に罰を描くんです。そのものに対して。そしたら、そのものとのつながりっていうのが外れて、その分頭の中をたくさん、日本人選手、まあ、例えば、まあ、日本国内の試合で、阪神タイガースの試合だったら、阪神タイガースのピッチャーや、バッターの方に送れると。まあ、こういうふうな仕掛けですね。最初はね、これね、極端に自動でオートで取られると、これ生活できなくなるんですよ。パソコンとか打ち方でも、僕は裁判所に上げてるその書類とかね、300番台とかに載せてるんですけども、令和5年、括弧は括弧途中第485号とかね、文章は後から自分でも見て、この書き方だったらわからないだろうみたいなこと後から気づいたりするんですね。まあ、ちょっと家の中で、まあ、外から絡んでくるような連中とかもいますし、例えば阪神タイガースの試合だったら、人の声がそこにいないのに結構なリアルな声に変換されて聞かされたりだとか、まるでそこに人が来て絡んできてるような状態とかね。昔そういうふうなことをしてきた人間のデータをコンピューターが上げてきてるのかもしれないし、まあその辺のところは検察庁機能とかいろんなことを聞いたこともあるし、まあ不明な点多いんですよ。国の方が開示してませんから、その辺の機能についてね。で、その辺のところで本当は国もお手上げなのかもしれないなっていうのが僕の予想なんですね。まあ、国会議員の人たちの答弁とか見てもらったら分かりますし、もともと2018年のインドネシア沖での飛行機の墜落事故は、応答操縦の時にコンピューターの人間が喧嘩し始めて、人間がコンピューターに抑え込まれて、で、それで墜落してるんですけども、私のこれは推測なんですけども、これは、その内容は正式に発表されてるんですが、私の推測では、アメリカの 9.11、貿易センタービルに航空機が、2機突っ込んだ、ケースも本当はそうなんじゃないかなと。アメリカでも特許を持ってるはずの、ほとんどのコンピューターの特許を持ってるアメリカでもお手上げなんじゃないかなと。まあそこをうまくね、対応しなきゃなんないっていう部分もあります。これも場数踏まなかったらね、多分対応できないと思いますね。その選手の勝ち負けについてですね。だから、まあ、気がついたらボクシングで世界戦が行われていて、ああこの試合もうこっち全然知らなかったっていう状況があって、まあ今年、まあ井岡選手と井上尚弥選手の間で、確か日本人のその方で世界戦あったと思うんですよ。だけどまあ僕の方で全然認知してなくて、まあ対応全くしてない状態なんですね。だからその私が対応するしないで、まあ、随分違うみたいですし、まあ、本音言います。2.5% ください。まあ、そういうことですね。まあ、まあ、エネルギーの残存量問題とかね、特許申請しなかったお話にならないのと、まあ、それだけじゃ結局ダメなんですね。経団連とか、国の方とつながらなかったら、もう元々河川水門開閉式ダム発電とか、地下水流トンネル発電は、まあ、琵琶湖の方ですけども、ああいったものを設置しようと思ったら、各、市や、
県に許可をもらわなければならない。で、琵琶湖に関しては近隣の都道府県の飲み水でもありますので、まあ、国会レベルで の承認になってくるかと思います。で、元手がないですから経団連とかに動いてもらわなかったら無理なんです。もしくは国が工事するか、まあそういうふうな形で、まあ、特許申請だけしていれば、まあ、発電量の 2.5% ぐらい入ってくるんじゃないかなとは僕は見立ててるんですけども、まあその辺のところはね、多くの利益を得すぎているとそれおかしいよっていうことを言われるんですよね。だけども実際世の中では、会社を大きくして大きな利益を上げれる人たちも実際いらっしゃると。で、僕はその別に自分が特別贅沢をしたいわけじゃないんですよね。まあ、まだ結婚できてないですし、僕の人生なんか本当は早く結婚して子供を子育ての方に入っていかなダメだから、時間もお金もいるんですけども、海外の例えば発展途上国が、自国のお金でそういった工事ができるかっていうとできないんで、それはもちろん技術者が行くしかないから、だからまあ結局日本や先進諸国でその河川水門開閉式ダム発電とかを敷設して、まあ日本国内だったらまあ3年以内に1万門ぐらいできます。もう上流の方なんか横幅もう2メートルとか3メートルとか 5メートルとかそんなもんですから、すぐにできます、敷設ぐらいで。まあ発展途上国の方はその自分の稼いだお金でね、仕上げなきゃならないんじゃないかなというのが、まあこれが僕の持論ですので、まあ皆さんできるだけご協力していただけたらなと思います。一回まあ井上尚弥先生聞いてると思うんですけどね、大橋ジムさんの方に電話かけさせていただきました。で、素直に試合の勝ち負け取りを行っている淡井圭介ですけども、これ電話出てきた人に通用するかなどうかなっていうところでね、まあ女性の方が電話で、ね、対応されていて、もうお名前忘れたんですけども、一回まあ一応自分の通話記録を保存はしてたんですけども、データがねそういった形のものが増えすぎたんでね、まあ一回勝負してしまったんでもう忘れてしまってるんですけども、もう本音でね、いやお金欲しいんですけどもっていうことを言ったら、あ、やっぱりそうですかと。まあまあ、明るい声でおっしゃられてましたんでね。まあ、こちらの状況等々はある程度、まあ、ご存知なんじゃないかなと思います。まあ、最近で言うとね、朝倉未来選手が、まあ、負けた試合があったんですけども、ライジンの方もね、もうちょっと僕の方も、今年ね、阪神タイガースの試合とか、本当宣伝したいんですよね。その日本一取りに行くっていうところで。実はね、パリーグとセリーグの日本一の球団の数って、大体同じぐらいでもう設定されてるんです、昔から。まあ、その辺はお互い協調性持ち合いましょうっていうところで。ただ、リーグ内の優勝の数とか、日本一の数とかはもう、昔は巨人ばっかりが優勝した。まあ、パリーグはセーブライズばっかりが優勝してた。こう近年はソフトバンクばっかり。で、ソフトバンクはコンピューター系のところ。まあ、その辺のところでね、まあ、ちょっと今、電車まあ、僕は調整するしかないというところで、まあ、だいたい火曜日から日曜日は阪神タイガースの試合が終わるまで、その日遊んでいません。甘いものも摂取することはまずないですね。まあ一回ね、本当はね、休憩時間とかがないと法律的に何の試合で僕は利用されてるかわからないし、 YouTube とかにアップロードしてる内容とかもそうだし、まあホームページに記載してるパソコンに打ち込んでる内容、例えば警察官が捕まってるケースとかね、公務員の人が捕まってるケース、医療機関の人が捕まってるケース、まあ事件になってるニュースだとか、まあそれがどういうふうな作用を与えているのかどうかっていう部分、そこは不透明なんですよ、だからまあ今年3回だけ阪神タイガースの試合が始まる前とかに、まあ、遊んでみて勝ってる試合もあるんですよ。だから普通に法律で考えたら1年間の労働時間の限界は2500時間なんですよ。だからその間の時間本当は休憩時間とかを入れてないと、例えばね昼間のゴルフとかにもし付き合わされていたりだとか、世界戦、まあ、何かやったまあまあ、仮にサッカーの試合があるだとか、
まあ、参加したいところと参加したくないところがあるんですけども、まあね、その辺のところでもし時間をコンピューターに労働として計算されてしていた場合、ずっと遊んでない時間がもし利用されているんであれば、もう、ね、野球の試合なんか終わるの大体21時かそれ回ったぐらいじゃないですか。となると労働基準法違反に早期の時点でなってしまうと。それコンピューターに計算されたら日本一が取りに行くことが不可能になる可能性があると。だからね、まあ、ちょっと意図的に遊んでみてどうかなと、ちょっとゲーム差がついてる時とかにね、まあ、そういうふうなことを行ったりとか、まあ、3回試してみたんですけども、まあ、試合中に遊んでないケースであれば、まあ、勝ってる試合は勝ってるんですよ。試合中に遊んだら、まあ、やっぱりアウトでしたね。まあ、それはね、フィギュアスケートとかでも、まあ、試してみたんですけども、それは日本人の選手は全部滑り終わった後ね、まあ、この遊んでない状態を継続するかどうか、もう日本人選手全部滑ったし、もういいかと。あとの選手が、まあ、韓国の選手とか競ってきてるけど、まあいいかと思って、まあ、遊んでみたんですけども、意図的にインターネットゲームつながって。そしたらどうなったかっていうと、まあ、韓国の選手が銅メダルで日本人の人は取れなかった要因ぐらいだったかな。まあ、そういうふうな、ね、作用が出てきてると。これね、判断難しいんですよ。遊んではならないルールで遊んでなかったら日本人選手はこけるでしょ。他の国の選手も大体こけるんですよ。それがギリギリで踏ん張るとか、まあ、みんなバランス崩すぐらいは絶対そうなるんですよ。だからね、同じ条件に設定されてるんじゃないかなと思うんですよ。だから人間が使った神がかり的な力を、まあ、スーパーコンピューターが、まあ、およそではありますけど、すべて使えるんじゃないかなというのが僕の見立てであって、まあ、基本的に言葉の数だけ事象があるっていうところまで以前ホームページに記載してたんですけども、それはまあ事実であると。まあ、それに日々いろんな方法で対応してると。まあ、いろんなことを、ああじゃないかな、こうじゃないかなっていうことをずっと対応してね。だからそれができなかったら逮捕消滅とかその辺のところまでたどり着けないんで、防災のところまで。うん。まあ話だいぶ逸れましたけどもね。とにもかくにも、フルトン戦、勝利おめでとうございます。大橋ジム、まあ大橋会長の方にも、まあ、おめでとうございます。まあその日本ボクシング協会、まあ名称としてこれでいいのかどうか、ちょっと調べながら言ってないんで、あれなんですけど、まあ、大橋さんが、その、日本のボクシング業界の、まあ、会長を、担当されてたと思うんですけども、まあ、うん、間とも、その、世界戦で、他のジムの方だと思うんですけども、まあ、世界戦で勝てなかった分ね、やっぱり僕、認識がないとっていうところ、があるんじゃないかなと。この間の朝倉未来選手の試合、井上尚弥選手が勝った後ライジンの試合がどうやらあったみたいなんですけども、だからね、もう試合の数が多すぎて手回んないんですよ。本当に国際戦なんか1000試合超えてますからね。もう例えば今年のラグビーワールドカップなんかはもう僕ホームページに記載しました。辞退させてくださいと。朝の4時からなんですよ。無理、もう体持たない。本当に例えば昨年のワールドカップなんですけども、グループリーグでドイツとスペインに勝ったでしょう。で、もう一つの国、あんまり世界ランクは高くない国もあったんですけども、そこに負けて世界ランクは高いところを2つに勝ってるんですけども、昔もそうだったんですけどね、まあ、サッカーのその J リーグのチェアマンだった松木さんが昔ね、放送中に何も言わなくなったことがあるんですよ。アナウンサーもね、そういう放送何回か流れてるんですよ。結局外出席とかで余計なこと言い始めるから点取られてるとかそういう面があったら、もう言うのやめてくれって言って、それで一回何も言わなくなった時期、何も喋れなくなってた時期が本当にあったんですよね。で、まあそれはそれでね、いろんな人が、叩かれてました。試合中に全く喋ってないその外出席、あれは何なんだと。あれが解説の仕方かと、まあそういうような形でね、まあいろいろ言われてたんですけども、案の定、昨年のワールドカップでもね、余計なこと言って、勝てなかったと。それね、結局ね、まあ極論言うと、その言葉に対して僕は対応しなきゃならないっていうことになってくるんですけども、それだけ僕の負担が大きくなると、だから解説席にとりあえず余計なことを言わないでほしいと。これがね、事実的なところで、
まあ、解説席で試合中に笑うのなんかはもともと論外なんですよね。簡単ですよ。例えば交流戦で今年の阪神タイガースの試合でイージーな試合があったんですけども、オリックスファンとして、まあ、アイドルのジャニーズウエストかな、まあ、どこかのアイドルの、人が出てきて試合中笑いっぱなしなんですよ、オリックスファンでね。めちゃめちゃ打たれてますから。それはそうなるって、試合中なんだから。お互いつながったら笑ってる時って人間体力入らなくなるでしょ。絶対無理、勝てない、そんなことされたら。そんな方法で繋がられた。僕は繋ぎの野球とか、これ解説席でも普通に誰かが言ったりするケースは結構多いんですよ。繋ぎの野球ね。まあ大体フォアボールでランナー出て、まあ、足の速い選手だったら盗塁してセカンドまで行くでしょ。そしたらヒット1本で、まあ大体足が速いからホームまで帰ってこれるんですよ。これが手堅い野球。ヒット1本で点数取れるか取れないのか、いちいちホームランなんか狙っていても、年間の本塁打の数なんかホームランの数なんか大体知れてるんですよ。ね。そしたら、いかに効率よく点数取るのか、いかに効率よくディフェンスをするか。まあ、ディフェンスで言うと、ゲッツーを取る。ダブルプレイを取る。これをきちんとできてるかできてないか、だいぶ話変わってくるんですよ。例えば、相手が盗塁してきた時に、しっかりセカンドでアウトにできるかどうかで、それを言うところは、経営者の考え方とかのコンピューターの中に多分混ざっていて、数字の計算が多分されてるんですよ。僕の、まあ、その見破り方でいうことね、なんか勝ち星の計算の仕方とかでも、打線がとにかく活発で、とにかく点が取れてるチームが、必ずしも優勝できてないんですよ。その分防御率が低くなったりしてるんですよ。だからその辺のところでね、まあいろんな部分が、まあ見極めついていて、もうすごい数が僕の頭の中にそういうふうなことがインプットされていて、あ、まあ対応できるんですけども、だあんまり僕もね、スポーツの勝ち負けから離れてしまうと、その辺のところ対応はできなくなるんですよ。で、テレビを見ないで対応するときの、その、良い方法っていうのは、頭の中を貸すことをずっと集中してる。で、頭の中は選手にある程度、彼にも言ってる。だからね、まあ、きちっと勝てるっていう部分もありますし、もちろん井上尚弥選手の試合もその辺遊んでませんよ。全く。で、それまでに備えていて、こちらも万全を期してると。村田選手の時はね、迷ってしまったんですよね。その試合中にね、このまま継続して、そのパソコンを打ったりとかメモしたりしながら頭の中を送るのか、それしながらだと、基本的にね、勉強っていう言葉を見てもらったら分かる通り、強いっていう言葉が入ってるでしょ。みんな学校とかで勉強して頭の中強くなってるんですよ。指の動かし方とかで神経がどうとかこうとか、そういう言葉とかもあるでしょ。言い伝えみたいな形でね。まあ、実質的に人間の体が多分そういう部分もあると思うんですよ。で、その両方性でね。で、まあそういう選択肢を選んだんですが、試合中もボクシングの試合自体が気になって気になって、相手もゴロフキン選手だったから、そこで僕は迷わないで、ずーっと試合最後まで踏ん張れればよかったんですけども、まあ踏ん張れなかったと。だからね、もう正直言うと、試合時間が短い試合の方が僕にとっては助かるんですよね。例えば、極端なことを言うと、競馬。まあ、2400m でも2分数十秒で試合決着つくでしょう。その方が集中しなきゃならない時間が短いでしょう。僕にとってはその方が助かる。で、その辺のところはエネルギーの残存量問題とかもあるし、そこまで言うことね、どの馬が本当に力量があるのかっていうところも僕は見極めなきゃならないから、国際戦で海外戦に2頭も3頭も日本の馬が出ていたら、どの馬に力貸したらいいか分かんなくなるんですよ。まあ基本的には騎手なんですけどね、その辺、人馬一体とかね、いろんな言葉を混ぜ込んで行うんですけども、で、どっかの厩舎が馬休ませといて、その馬の力借りなさい、馬の方はっていうのが僕の持論なんですけども、本当はね、一頭出しの方がいいんじゃないかなっていう。僕の国際線のね、エネルギーの残存量問題に対して、そのまま無駄に石油とか使わないで済むじゃないですか。
まあそういうようなところとかもね、本当はね裁判所とかでね、明確化できたらいいなとは思ってるんです、そういうような部分。その辺はね、ボクシングは一人だから、まあ迷わなくていいんですけども、本当に今の能力そんなにもあれもこれも全無理、対応なんかできません、本当に。あれこれ政治から何からね、原油価格からあれこれ何から何まで公正取引委員会の話とかでどうこうとか言ってるんですか、僕の方もいちいち見て。まあちょっとね話長くなってしまったんですけども、まあとにもかくにもね、まあこれからも対応できたらいいなと思います。で一応ね、裁判所に挙げてるその内容はね、そのもうライジンもあんまりほとんどの人が稼げないじゃないですか、昔みたいに。そのマサト選手がその世界一になった時に4500万円の賞金だとか、そういう状況じゃ随分昔から違いますから。もう先進諸国どこの国も少子化ですからね。だからライジンの選手にその 2.5% をどの人まで求めていくかっていうところとかで、その人がその稼げていたりとか、その選手降りた時に会長とかになった時に本当に稼げるのかどうか、お金借りてもね試合開催しなきゃならないのかとか、いろいろあるでしょうから、もうそれ裁判所で話しないと、どういう状況か、こちらも経済的な状況わからないですから、そんなに下手に追い込みとかもかけたくないですしね。まあそういう部分があって、まあそういうふうな書き方の文章をしてるんでね。それで、ね、まあ朝倉未来選手が負けてる可能性もあるんですよね。だからその辺のところはね、いついつ試合があって絶対勝ちに行くみたいな形でこちらが対応しなかったら難しいんじゃないかなっていうのが僕の見立てなんですよ。だから本当は手が回らないから、いろんなところでね、元世界チャンピオンとかその肩書きをしっかり持ってる人がね、この試合を私は対応しますとかね、そういう世界に公開しながら行った方がいいんじゃないかなっていうのが僕の持論です。今ねもうこの辺の胸の部分、心臓のあたりの体温ごっそり持っていかれてるんで、どこかでまあ誰かに使用されてると思うんですけど、今ライジンの話をしながらだからライジンの選手だとは思うんですけどね。いやこれはこれで、ね、お金払わなかったら払わなかったで、ね、コンピューターがどんな判断するかわからないから、これ怖いといえば怖いんです。まあ、基本的に僕が睡眠不足にさせられるのは、それされるとね、いろんなスポーツ、その井上尚弥選手もね、片隅に寝れなかったでしょ。だからそういうような形っていうのはある程度、もういろ阪神タイガースの選手見てもらったらわかります。明らかに顔見てもらったら睡眠不足になってた選手多いんでね、テレビのアナウンサーも、例えば報道ステーションの大越さんとかね、だからそういう部分見受けられるんで、まあ、僕自体も睡眠時間が4時間なり5時間なり6時間なりもう連日それほとんどの日が続いてるから、僕も毎日半殺しにされてる状態だから、選手にちょっとそれも、もう試合終わった後だから、それちょっともう頑張って踏ん張ってっていうところで各自がね、そうじゃなくて負担全部僕の方に来たら、僕の方が睡眠時間連日ゼロなんかにされたら殺されますから。本当にこれ防災でも、僕は睡眠時間しっかりと得てる方が本当は防災しっかりとできますんでね、まあ、他の国も危ういところはねしっかりと対応してあげなきゃならないなっていうのが僕の考え方で、まあ日々、生きていますということで、本日はこれぐらいまでにしておきます。朝倉未来選手じゃないですよ、井上尚弥選手、大橋会長、おめでとうございますということで、メッセージを送らせていただきます。それでは、本日はこれぐらいにしておきます。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあ、皆さんでね、僕のホームページとか YouTube で喋ってる内容とか聞いていただいたらね、まあ、本当の経済のこととかいろんなことがね、分かってくるかと思います。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。